和解は、志賀直也の中編小説。1917年10月1日発行の、黒潮第2巻第10号に発表。その際、末尾に、と執筆年月日が掲示された。ただしこの、黒潮市場における、和解には、後の、和解の10にあたる、有名な妻の出産の部分が全く書き込まれていない。したがって、構成は1より15までとなっている。 1918年1月、新庁舎より観光された夜の光に収録。その時、出産の部分を書き足し、銃として挿入。したがって、構成は一節増えて16までとなる。父と不和になっていた作者を純吉に置き換えて、次第に和解していく経過をたどる、死小説。確執に至った経緯や原因は書かれていないが、 同様の内容を含んだ作品に、大津淳吉、ある男、その姉の詩がある。この作品を発表した年の8月に、父との和解が成立している。作中時間での父との和解は1917年8月30日で、ある。岩波文庫、大津淳吉、和解、ある男、その姉の詩後書きより、和解は、作中にも書いたように、 その時の約束の仕事をしている最中、父との和解が気持ちよくでき、その喜びと興奮とで私は、書きかけを置いて、和解を材料に一気に書き上げてしまった。毎日10枚平均で、半月間で書いた。10枚、平均15日間というのは私にとっては後にも、前にもないレコードである。と語っており、詩が作品の中でも、特別に早いペースで書き上げられた作品である。 カッコ内は、モデルとなった人物作品の舞台は主に作者が当時住んでいた、アビコとアザブ。稲村雑談によると、滋賀直屋のアビコ時代の生活は、いろいろ面白いこともあったが、随分退屈もした。こういう、刺激のない田舎生活というものは、若い夫婦にと、つては、それだけで悲劇の起こる、可能性のある危険なものだと思う。歌には、竹の柱に、蚊帳の屋根、 というのがあるが、若い夫婦が人里離れて、そんな生活をすれば、必ず悲劇が起こる。僕の場合は、家内が悲劇向きの女でないので大したことにはならなかったが、そういう意味では、アビコの生活はあまり良い,い生活とは言えない。と言っていることからも、死が直也にとってアビコに住んでいた時代は、あまり良い,い思い出ではなかったことがわかる。五章、六章で舞台となった。 海春堂は、阿鼻子に実在していた。途中、荒石会委員と委員の名前が変わったが、現在は閉院している。当時の人たちは、海春堂のことを、海春堂と呼んでいた。屋号は、萌え門といい、その頃の先生は、時計以下線を出た、荒井修行で、当時阿鼻子では、唯一の委員であった。診察室は12畳の屋敷で、 その右手の部屋の奥にはささやかながら薬局があった。新井はなかなかユニークな人で、髭を生やし、人力車に乗って往診していた。十六章で出てくる山王台の料理屋は、明治十七年に開業された星ヶ丘佐という、料亭である。三王大とは、現在の東京都千代田区長田町二丁目の、日枝神社のある大地の通称で、星ヶ丘佐は、 当時から現在に至るまで同じ場所に位置している。阿川博之町、志賀直屋下で志賀直屋の父直春が、星が岡笠漁の料理を愛好しとある。テクスト内の日付である大正6年9月2日の時点での料理長は奥八郎兵という人物で魚匠に精通していた。そのため提供していた料理も和食中心であり、 開業当時の図面にも魚成状が見られる。麻布には、滋賀直屋の父、滋賀直春の屋敷がある。敷地1682坪、建坪ぼ300坪の大住宅であった。東京の一等地である。1897年直屋14歳の時に、石巻から家族と移り住む。1912年29歳の時に、父との不和で、 おのに家を借りるまで過ごした。1945年戦歳で全勝。また、和解において、115ページ8行目の記述にある、麻布の家へ登る坂とは、現在の港区六本木四丁目にある、病蔵寺を左手に見ながら緩やかな坂を登っていき、突き当たりを左折すると名を春るに向かっていく、急な坂がある。この急な坂が、作中の、 麻布の家へ登る坂であると考えられる。ありがとうございます。